カジュアルの64番の方からお願いします。南部地方に鎌倉時代より前から伝わる紫紺染めの沖縄
してみないかといった打診をいただいたり、お着物の歴史や背景を学ぶたびに、この素晴らしい文化を絶やしてはいけない、大好きなお着物を次の世代に伝えていきたいといった気持ちがとても強くなりました。現在はたくさんの方にお着物を身近に感じていただくきっかけを作るために、お着物とお洋服を融合したファッションショーを行う活動をしております。イベントをご覧になった方からは、私の振る舞いを見て、私も着物を装えるようになりたい、着物を装い優美に振る舞えるようになりたいといった声を多くいただきます。これも日頃ご指導いただいているお教
込めてまいります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。カジュアルの部の皆さんでございました。さあ、これで言葉遣いでありますとか立ち振る舞い、そして情緒などのポイントが審査されたわけでございますね。さあ、それでは皆さん、もう一度大丈夫でしょうか。もう一度ステージ前の方までお進みいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんにお近いところまでずっとお進みいただいている舞台前方に並んでいただきます。第一審査から始まりました。そして選ばれました皆さんでございますけれども、さあ、大詰めが近づいておりますが、さあ、もう一度皆さんに、ね、素敵な笑顔、素敵な立ち姿をお見せになってください。今コメントなさったばかりの皆さんでございます。さあ、審査先生方、いかがでございましょうか。お近いところまでお進みいただきました。今日は厳正な審査をお願いしてまいりました。審査員の先生方でございます。ありがとうございます。さあ、いかがでしょうか。さあ、それでは最後に全員でもう一度ご挨拶をすることにいたします。今日はご参加いただきました、本当にありがとうございました。それでは振り袖の方を参考に毎日から退場してください。あとはもう審査の結果を待つばかりとなりました。素敵なコメントを聞かせていただきました。皆さん、もう一度お願いします。今の気持ちを、そして夢を、感謝を伝えてくださいました。